これより内閣委員会、厚生労働委員会、連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出子ども家庭庁設置法案及び子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、並びに加藤勝信君ほか10名提出子ども基本法案、木井隆君ほか11名提出子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案、および三木圭君ほか2名提出子ども育成基本法案の各案を一括して議題といたします。各案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配布の資料を持って説明に変えさせていただきますので、ご了承願います。これより質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。杉田水脈君。はい、自民党の杉田水脈です。本日は子ども庁の法案について質疑の機会いただきましたが、その前にまず前回の質疑に対する答弁について確認したいことがございます。4月20日の内閣委員会におきまして、内閣府の広報誌共同参画のインタビュー内で、選択的夫婦別氏制度に賛成と見受けられる方のご意見が掲載されていることについて、男女共同参画に選択的夫婦別氏制度は必要条件なのか、また今後は選択的夫婦別氏制度に慎重な方のインタビュー等も掲載する予定であるのかという趣旨の質問をいたしましたところ、林男女共同参画局長より次のようなご答弁をいただきました。皆様、資料をお配りしておりますので、ご覧いただければと思いますが、一部をご紹介いたします。夫婦の氏に関する法制度につきましては、令和3年3月25日に公表された家族の法制に関する世論調査によれば、現在の法制度を維持した方が良いとする回答が全体の3割を下回っておりまして、特に20代から40代では現在の法制度について 10% 台の低い支持にとどまっております。こういったことから、これから結婚して家庭を築くとともに、社会の第一線で活躍する世帯を中心に新しい法制度を求める声が高まっているものと受け止めております。さて、お配りした資料の2枚目をご覧ください。
こちらはご答弁の中にありました、内閣府による家族の法制に関する世論調査でございます。確かに現在の法制度を維持した方が良いとする回答は 27.0% で、全体の3割を下回っておりますが、現在の法制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用について法制度を設けた方が良いという回答が 42.2%、一方で、選択的夫婦別氏制度を導入した方が良いという回答は 28.9% で、全体の3割を下回っております。私はこれは、現在の法制度を維持することを支持する回答は、計 69.2% であると読み取ることが自然であると思うのですが、いかがでしょうか。特に、講談のですね、特に20代から40代では、現在の法制度について、10% 台の低い支持にとどまっておりますという部分につきましても、現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方が良いという選択肢を合わせると、いずれも約 60% 前後が現在の制度を維持する旨の回答をしており、選択的夫婦別氏制度を導入した方が良いとの回答はいずれも 30% 台です。私はこれは、新しい法制度を求める声が高まっているものと受け止めておりますというご答弁とは、むしろ逆の調査結果ではないと感じ、ないかと感じております。せっかく調査を行ったのに、新しい法制度を求めていない約7割の方々の意見は無視するのですか。調査結果を国会答弁のために都合よく歪曲して、都合の悪い部分には目をつむる、だったら最初から調査などする必要ないじゃないですか。調査結果がどうであろうと、男女共同参画局は選択的夫婦別氏制度を求める声が高まっていることにしますということですか。内閣府はいつもこのようなアンケートの読み方をしているのですか。国会質疑に対してその場だけやり過ごせばいいと、事実とは異なる答弁をしているのですか。今回私は運よく気づくことができて、ありがたいことにこうして指摘をする機会をいただきましたが、しかしそうでなかったら局長のご答弁が既成事実として一人歩きをしたのではないでしょうか。そしてまたこうしたことがこれまでも行われてきたのではないですか。行政の責任が問われます。このことについて納得のいくご説明をお願いいたします。内閣府林男女共同参画局長。お答え申し上げます。この選択肢3択のうち真ん中の、選択肢は現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方が良いという回答でございまして、この回答につきましては、旧姓の通称使用についての法制度という、現在は存在しない、新しい法制度でございますので、選択的夫婦別姓制度を導入した方が良いという回答とともに、新しい法制度を求める声として私どもは受け止めており、そのようにご説明をしたものでございます。特に20代から40代では、この、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方が良いという方々が 40% 台、また選択的夫婦別姓制度を導入した方が良いという方々が 40% 弱という結果になっております。旧姓の通称使用についての法制度、もしくは、選択的夫婦別姓制度という新しい法制度を求める声は合わせて 80% 台にまで達しておりまして、若い世代を中心にそのような声が高まっているということが明らかになったと考えております。杉田君。そもそもですね、私調査結果質問してないんですね。選択的夫婦別氏制度について広報を公正にしてほしいということを言ったときにこの答弁が来たんですよ。で、局長の答弁からは今のような詳しい質問説明をしていただければ分かりますけど、そういったことは全く、伝わってこないんですね。私も公務員出身ですけれども、できるだけ分かりやすく見た人に誤解を与えないようにということは、これは常日頃からしっかりと気をつけてきたことでございます。この調査結果が今後いつまで閲覧可能なのか分かりませんが、先月のご答弁は未来永劫議事録として残るわけです。未来の人々が当時別氏制度について国会でどういった議論が行われていたんだと振り返ったときに、令和4年には夫婦同姓制度を維持する方が良いと考える人は3割以下だったのかと、誤った認識で残ることをどうか猛省していただきたいと思います。そして調査に答えたのになかったことにされた回答者の方々、調査を行い結果を取りまとめた担当者に対してどれほど失礼なことをしたのか、真摯にお考えいただきたいと思っております。さて、ではこども家庭庁の方の質問に移ります。私は国会議員になる前、先ほども申し上げましたが、地方自治体の職員をしておりました。最後の5年間は子育て支援を担当しており、当時から日本の子育て支援施策には子どもの視点がない、
働く親支援になっていると感じておりました。この度は子ども真ん中を掲げる野田大臣と子ども家庭庁について議論できることを大変嬉しく思っております。私自身子育てをしながら仕事をしておりましたが、当時の保育所の保育時間は朝の8時から夕方6時まででした。実際にやってみると6時に子どもを迎えに行き、帰宅しご飯を作って食べさせ、お風呂に入れて寝かせるのはどんなに頑張っても9時になります。朝は7時前には起こして朝ごはんを食べさせ、支度をし、8時までには保育所に送り届けなければなりません。現在は公立保育所でも夜8時、遅いところでは10時まで預かる自治体もあります。保育時間の延長によって親は遅くまで働くことができますが、子どもの成長にとってそれはいいことなのでしょうか。子どもが保育所に通う乳幼時期は体も脳も発達が著しい時期で、睡眠時間は特に大切です。また病児保育、病後児保育が足りないということはたびたび問題になります。子どもが急に熱を出して預けるところがない保護者の方の気持ちは痛いほどわかりますが、子どもの気持ちはどうでしょうか。病気の時ぐらいはお母さんお父さんといたいと思うのではないでしょうか。これまで海外の子育てについても視察いたしました。フランスは国民に一番大切なものは何かと尋ねると、家族と答える人がとても多いそうです。家族を大切に考えるフランス人は、労働と家庭生活のバランスを取ることを第一に考えており、それを守るために社会システムと法律が整備されました。1932年のことです。また、デンマークでは子育て中は男女とも大抵午後3時から4時に退社できるそうです。保育所に子どもを迎えに行って、家族で食卓を囲み、団らんをし、同僚と飲みに行ったりするのはその後なのだそうです。また、近年、北欧では北欧などの福祉先進国では、乳幼時期はできるだけ親と一緒にいる方が良いと考える3歳児神話が復活しており、例えばスウェーデンでは18ヶ月未満の赤ちゃんは預からないという方針を取っています。フランスでは生後8週間から子どもを預けることができますが、今後はできるだけ家にいられる方向へ向かうそうです。またフランスでは保育費用が家計の 12% を超えてはいけないという基準が設けられています。このように海外では子どもができたら子どものペースに大人が合わせて生活をする国が多々あります。本当の子ども真ん中の社会を作るには、男女を問わず子育て期の親の働き方を見直すことが肝要だと考えますが、子ども家庭庁はどのように経済界を巻き込んでいくのでしょうか。文部科学省との連携はたびたび議論になりますが、経済産業省、厚生労働省とはどのように連携していくのでしょうか。野田大臣。委員ご指摘のとおり、子どもが健やかに生まれ育つ上で、仕事と子育ての両立をしやすい働き方の見直しを進めることは重要であり、そのためには経済界も巻き込んで取り組みを進めていくことが必要です。で、これまでも少子化社会対策大綱等に基づいて、長時間労働の是正及び年次有給休暇の取得促進、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランス検証等に基づく、政労使等が密接に連携した総合的な取り組みなどを推進してきたところです。で、子ども家庭庁においても、政府全体の子ども政策の司令塔として、こうした仕事と子育ての両立をしやすい働き方の見直しについて、厚生労働省や経済産業省と緊密に連携をして、経済界や労働界ともしっかり協力しながら取り組みを進めてまいります。杉田君。ありがとうございます。やっぱりそこが、しっかりしないとですね、子育ての環境というのは変わっていかないのではないかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。次に、地域子育て支援事業についてお尋ねします。子育て支援の仕事をしていたときに、特に力を入れて取り組んだのが、児童館を活用した地域子育て支援でした。児童館といえば、放課後子どもクラブなどが一般的でなかった時代、子どもの放課後の居場所、遊び場といったイメージが強いかと思いますが、せっかく地域にある素晴らしいポテンシャルを持った施設、特に子育てのスペシャリストである優れた人材が揃っていますので、これを使わない手はないと考え、地域子育て支援拠点に生まれ変わらせることを試みました。具体的には、午前中の時間帯を乳幼児を育てるお母さんたちに開放し、集いの広場事業などを活用し、年齢や発達に応じたプログラムを多く用意することにしました。いわゆる専業主婦支援です。子育てのことを相談できる相手が近くにおらず、寂しさを感じている方々に、同じ悩みを持っている方との交流の場を提供する、また、経験豊富な児童館の先生が、育児の悩みの相談に乗ってくれるので、安心感が生まれます。この取り組みを始めたから、市内には移動児童館を含め、10か所の児童館があったのですが、毎年、利用者の延べ人数が1万人ずつ増加していったのです。もちろん費用もかかりました。
赤ちゃんがハイハイをしても大丈夫な環境を整えないといけませんし、乳幼児用のおもちゃもいります。人員もしっかりと配置しなければなりません。予算の捻出には大変苦労をしました。この経験を踏まえ、地域子育て支援事業の重要性を強く感じています。こども家庭庁の設置により、地域子育て支援事業はどのように充実するのでしょうか。放課後子どもクラブのことはたびたび議論になりますが、地域子育て支援の拠点として、また専業主婦支援の重要な施設である児童館についての議論はあまり聞かれません。ぜひさらなる充実をお願いしたいと思いますが、大臣のご見解をお尋ねいたします。野田大臣。お答えします。昨年末に閣議決定した基本方針において、すべての子どもの健やかな成長、ウェルビーイングの向上を掲げており、これらを実現するために地域子ども子育て支援事業や児童館は大変重要な施策です。で、児童館については引き続き地域子育て支援拠点の場としての活用を支援するとともに、令和4年度においてさらなる機能強化を図るため、児童の発達段階に配慮した活動や家庭からの相談対応などの先進的な取り組みを実践してもらい、工事練習として作成して横展開を図る新規事業を創設していると承知しています。引き続き自治体における取り組みを支援し、子どもの育ちがしっかり保障されるよう取り組んでまいります。杉田君。ありがとうございます。働いているお母さんは保育所の先生なんかにいろいろ相談ができたりとかするんですけれども、やはり専業主婦の方は孤立している方も多いですので、児童館の役割は本当に大切だというふうに私自身も実感しておりましたので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思っております。またですね、子育て支援を担当していたときに大変お世話になりました一般社団法人児童健全育成財団の鈴木和光理事長、この方はテレビ寺子屋などの講師で有名な方なんですが、鈴木理事長は、児童の健全育成とは、子どもが社会のさまざまな理不尽を自分の力で乗り越えることができるような大人に成長するよう支援することであると述べていらっしゃいます。その力をつけさせるのが大人の責任であると。そういう視点で見ると、子ども家庭庁にはまたさらなる役割が見えてくるのではないかと考えております。さて、皆さんは、子育ては一体いつ終わる、子育てにいつ終わりが来るかと思っていらっしゃいますか。鈴木理事長は、子育ての終わる時期について、孫が20歳になるまでとおっしゃっています。今は成人年齢が18歳になりましたから、18歳なのかもしれません。家庭を構成し、子育ての当事者となるのは、親子の2世代だけとは限りません。そこでお尋ねします。子ども家庭庁の家庭の中には祖父母は含まれているのでしょうか。野田大臣。子ども家庭庁においては、子どもを中心に子どもの成長を支える、子どもにとっての居場所を広い意味での家庭と考え、この家庭には子どもの成長を支える祖父母も含まれていると考えております。杉田君。はい、ありがとうございます。やはりですね、祖父母というのが子育てにおいては非常に重要な役割を持ってくるというふうに考えております。これからちょっとそれを説明してまいりたいかと思うんですけれども、これまで他国の子育てをいろいろ見てきた中でですね、それぞれの国には伝統的な子育てというのがあることを知りました。例えばフランスは貴族を中心に子育ては親本人が行わず、乳母がその役割を担っていたんだそうです。フランスでは現在もその名残があり、この乳母というのがですね、国家資格になっており、認定保育ママと呼ばれています。約240万人いる3歳以下の子どものうち、公的な保育を受けているのは約140万人です。そのうち保育所に入っているのは 32% で、なんと 58% は認定保育ママを利用しているのだそうです。では日本の伝統的な子育てとはどんな子育てでしょうか。私はこれは祖父母による子育てではないかと考えます。これはですね、キッズいわきパフ代表の岩城俊幸氏の講演でお聞きしたお話ですが、かつて農耕が主な産業だった日本において、女性は結婚して子供を産んでも、今の産休と同じくらいの期間、体を休めて、すぐ畑仕事などの農作業に出ていました。では、どのように子育てをしていたのか。それは農作業を引退した祖父母が子育てに参画していました。近年ではですね、地方から東京に進学や就職で出ていくのは、男性よりも女性の割合が多いと言われています。
言うまでもなく、東京の合計特殊出生率は47都道府県の中で最低で 1.12、 東京の一極集中は少子化も推し進めています。地方で子育てをしていれば、例えば自分の両親が近くに住んでいる、もしくは旦那さんの両親が近くに住んでいるという形でですね、両親の手を借りた子育てがしやすいということで、ただ、東京に出てくると、なかなかその両親の、手を借りた子育てというのが難しくなってくるという、そういうことなんですけれども、そういう中でやはり地方では結婚して子育てをする方は、大体子ども2人、3人と産んでいるような方が多いんですけれども、東京はどうしても少子化が進んでしまうということではないかと思っています。なので、この祖父母の手を借りる子育てをもっと推進する、例えば住宅政策で同居、近居を推進するなど、これ、地方の自治体によってはすでに取り組んでいるところもあるんですけれども、子ども家庭庁が、子ども家庭庁の中でもしっかりとこの部分を推し進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。野田大臣。家族化の進展など、家族のあり方や家族を取り巻く環境は多様化する中、子育てについての第一義的責任を持つ父母などの保護者が共に支え合いながら子育てを行うこと、そしてその過程を社会全体でバックアップしていくことの必要性が、これまでになくご指摘のように高まっています。こうした状況において、活力、意欲のあるシニア層などの参画を促すことで、子育ての担い手の多様化を進め、地域全体で子育て家庭を支えていくことや、3世代同居、近居しやすい環境づくりなど、子育ての担い手の多様化と世代間での助け合いを進めていくことが重要だと考えています。で、このため、少子化社会対策大綱に基づき、希望する子育て家庭が、家族において世代間で助け合いながら、子や孫を育てることができるよう、3世代同居に対応した優良な住宅の整備、リフォーム、これに対して支援を行うとともに、いわゆる賃貸住宅において、子育て世帯とそれを支援する親世帯、との近居を促進することによって、3世代同居、近居しやすい環境づくりを推進するとともに、地域において子育て家庭の多様なニーズに対応するため、子育て中の親子が交流する場としての子育て支援拠点を提供することや、NPO や活力、意欲のあるシニア層などの参画を促すことで、子育ての担い手の多様化を進め、地域全体で子育て家庭を支えていくこととしています。で、今後も関係省庁と連携しながら、多様なニーズに応じて、すべての子育て家庭が、それぞれが必要とする支援にアクセスでき、万全かつ安心して子どもを育てられる環境の整備に取り組んでまいります。杉田君。はい、よく私がですね、地域子育て支援事業をやっているときに、専業主婦のお母さんなんかがですね、非常に育児に悩んでしまって、どうしても自分一人で100をやってしまわないといけないという思ってしまうお母さんが多いんですね。そういうお母さんたちに向けて、お母さん一人の愛情で100にする必要はないんだよって、お母さんもお父さんも、おじいちゃんもおばあちゃんも、そして保育所の先生とか、あと地域の人たちも全部合わせて100の愛情にしていけばいいんだよというアドバイスをさせていただきました。先ほどの大臣の答弁の中にありますように、地域のシニア層なんかもたくさん参画をしていただいて、子どもを育てていくという形を実際にやっていける日本にしていきたいなというふうに思いますし、また家庭が持つ縦糸のつながりというのも本当に大切なものでございます。最後に、質問ではないんですけれども、基本方針では、子ども家庭庁は審議会、懇談会等の委員等への子ども、若者の参画を促進するとともに、子どもや若者にとって身近な SNS を活用した意見聴取など、子どもや若者から直接意見を聞く仕組みや場づくりについて検討していくとされています。もちろん趣旨や狙いは大いに理解できますし、賛同いたしますが、近年、SNS を通じて子どもが犯罪や事件に巻き込まれるケースも増えております。この方針が決して、夫婦が子どもに SNS 利用を推奨しているといった誤解を与えることがないよう、十分ご配慮をお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。